よく顔を出せたもんだな。友人には銃を向けるなよ。あんたが俺の太刀だと。ああそうだ、あんたのせいで死にかけたんだぞ。ベガは俺たちを探し回ってるし、この町を荒らされちまう。あの時あんたを撃っときゃよかった。私を撃ってもベガとの争いは終わらない。銃を下ろせばベガを片付ける手を授けよう。自分もピンチだって分かってるか。ベガとリンコンはな、草の根分けてもあんたを見つけ出すぞ。手間を省いてやろう。ベガとリンコンのとこへ行き、争いを終わらせる。我らのために。行かれちまったのか。いい手がある。中で話す。入れないと。ちょ指を鳴らす。分かったよ。何もしないでくれ。計画通りに進めれば二人だけで十分だ。私がリンコンを、お前がベガを倒す。決着をつける覚悟ができたか。やってやる。カムフラージュと聞けばジャングルの迷彩服を連想するが、実際には都会の戦いでも重要なポイントだ。歩道に防弾仕様のバリケードを並べたり、大勢で待ち伏せしたりすれば目立ってしょうがない。果物の屋台をスチールベルトタイヤで補強しろ。アイスクリーム屋のカートには爆発物を隠しておけ。仕上げはトロイの木馬作戦。手錠をはめた捕虜を送り込め。これって大人のおもちゃ。疑り深い敵は手錠をはめられた捕虜にもボディチェックを欠かさない。でも手錠の鎖の一つがポリスチレンに変わっているかは調べない。鍵穴に盗聴器があるかも調べない。